こんばんは。携帯で入れた方がいいか。こんばんは。椅子を買ったんですよね。お茶です。こっちは何飲んどるかってそんな気になる。お茶です。私は基本的にお茶しか飲みませんよ。マジでお茶しか。今日もマック行ったんやけど、アンナちゃんとマック行ってもお茶を飲む炭酸とかあんま選ばん。久々に美味しそうと思うアイスに出会った。なんか最近あんまりこれ食べたいみたいなアイスにあんま出会ってなくて、でもそう、マックは爽健美茶がある。何にしようかな。アイス食べてます。ウェルカムクックパッド、クックパッドライブ、サラビーニにご飯、もう応募受付中です。7月21日。受付中。ちょっと今お腹いっぱいではあるんだけどね。マックのセットを食べたから、そう、マックのセットを食べちゃったから。チーズ、ちょっと溶けた。超濃厚。これナッツじゃないよ多分。クッキー、バタークッキーです。ナッツじゃありません。チェーン店苦手じゃないです。ごへん、昨日あんだけ言ったのにそう捉えるなんて。トウモロコシってなわけなくない？わらつけてくださいふざけてるんだったらわらつけてください。
バタークッキーやけなんか結構ちょっとしょっぱい。チョコミント好きですか？うん、そんなに好きではないけどって感じ。千穂さんのチョコミントは気になります。バスツアーのグッズも後で見せたい、ご紹介したい。インスタで紹介してくれたお店たち、紹介はしてない紹介はまだしてないけど、まあまあ自己満ストーリーなんで、あれは。でもまあまあまあ、そう最近ね、そうインスタもそうだよね。ちょっとなんかインスタ今いろいろ瞑想中、瞑想ではないけど、ラバーじゃない、前髪クリップだよあれ。なんか、ね、超かわいいこれ。千穂さん、サラ、マイケルさん、アーナちゃんの前髪ピンです。可愛くないこれ。もうサラがいつもさ前髪止めるときに使っとるやん、この辺に。それのやつと、これなんか巾着みたいなやつ、普通に巾着みたいなやつと、これはアクリルキーホルダー、アクリルキーホルダーと、あれ？あ、ステッカー。ステッカーです。というね、止めるやつ。どうして STU ってなってる？いや多分今回 の、 あの担当スタッフさんというか、これを考えてくれたスタッフさんが女子の気持ち分かってるんだと思います。これでつけれるやつ。うん、別に女子のやつだから気合が入ってるというよりかは、今回担当してくれているスタッフさんがセンスがいいっていう風に捉えてほしいですね。実際そうだと思うんで
公演もこういうバスツアーとかもラジオとかっていうのとマネージャーさんとツアーととかもう全部が全部同じスタッフさんじゃないから、正直みんなが知っているスタッフさん、まあ山本学ぶしかみんなは知らないと思うけど、全部が全部みんなが思ってる人がやってるわけじゃないから、メンバーですら会ったことないスタッフさんもいっぱいきっているからすけさん、坂さん、まさひろさん、ゆうちゃん、あくやるさんとさん、かわいいギフト、ありがとうございます。さやもっちさん、たーさん、あいたいギフト、けんじさん、なんかいろいろ、やすべんさん、ゆうちゃん、たんざく、あかやるさんとさん、なにこれ、牛、20世紀ともちゃん、牛、めっちゃきのこさん、ピロシさん、ありがとうございます。なんで牛？ペンライトフィ、ね、ペンライトフィルムも良かったよね。そういうのは知らないですけど、そう、誰がやってくれてるかとか、そのメンバーもいちいち知らないから。すごいよねこれ、こんないい感じになるとは。みんな欲しがるの意外なんやけど、前髪クリップね、サラがこういうの、こういうの持ってるやつと一緒ですし、こういうのと一緒のこれバージョン、今度からこれで自分の止めとこうかな、普通に自分のやつ、我ながら、我ながら可愛い。これぐらいのサイズ感。アクキーもね。外してしまった。そう、とかまたジャガリコがまた、そうまたね、新作出とって、この前新作出たやんみたいな、
もう新作食べれたけんオッケーと思ったって。昨日もじゃがりこ結局ね2つ食べてしまって、まあもうやめられない止まらないじゃがりこになってるんですけど、新しい味もうみたいな。そう、もうさすがにでもマック食べた後やったけん一旦買わんかったけど、ツナマヨ味が出てました。シミサラがめっちゃ可愛いって言ってきた。送ろうこれ。線香？何線香って。メールでは送らん、この写真は、今の写真は。え、送るかな。いや送らん、そんな送るように撮ってないよ全然。今日めっちゃ暑かった。なんかもう暑いっていうより、なんかカラカラ天気夏暑いみたいなんじゃなくて、なんかもう湿気みたいな、湿気湿気湿気みたいな、大湿気。びっくりした。本当にびっくりした。湿気でしかなかったよ本当に。最近毎日の時間が本当にない。今日も気づいたらもう夜で、時間が足りぬ。そう、でもなんかバスツアーの日ね、天気があんまりよろしくない予報らしくて、あらまあって感じ。あらまあ案件。でもその日ラジオ明けだからどうしようと思って、もうやばい。大
めっちゃ朝早いんやけど、結構早めの集合になりそうなんやけど、でもまあラジオ終わるのっていつもまあ大体5時ぐらいだから、やばい、まあ、まあまあまあ、けどまあ土曜日やけん、今のところ土曜日そういうイベントとかそういうのがないけん、昼夜逆転させるしかないなって思っとる。土曜日金曜の夜から計画的に昼夜逆転させてってするしかない。なんかね、寝れてないのは別にいいんやけど、ね、寝れてなかったら顔が死ぬのが嫌なんよね。人間って睡眠マジ大事。そのこの前のラジオの時に、ラジオ前に寝れる時間があって寝ようって思ったけど、その日普通にまあ朝起きたらけんさ、なんか普通に寝れんくて、寝ようと思ったら寝れんのよね。いや、もう昼夜逆転させるしかないかもしれない。金曜の夜中起きといて、金曜の夜中、どうや、金曜の夜中、なんかでもな、それじゃダメだな。金曜の夜中ちょっと起きといて、夜更かしして、で土曜日に起き、土曜日の昼間に寝る。いや昼間に寝たくないよね。土曜の昼から、土曜の夕方からラジオ前まで寝たい。ってことはどうしたらいいんだそう、わからんくなる。そう、なんか寝れる、でもあと何時間寝れる、何時に起きないといけないからとかっていうのを考えたら、脳が動いて起きれんのよね。あ、寝れんのよね。そう、起きれんじゃなくて、起きなきゃを考えると寝れなくなるので、どうしようかな。金曜も土曜もおるはおかしいやろ土曜もおるはおかしいだろ。バスツアーで眠くなるやん、それは。そうね、そうね、なんか疲れ、動いたら寝れるんやけど、ね、家に何もせずおったりしても寝れんけんね。どうしようかな。土曜の朝、土曜の朝早く起きて5時ぐらいに起きてとか。まあどうにかしよう。どうにかしよう。やすべえさん、栃木のすーさん、ありがとうございます。もうアイス食べてないや。あ、そういえばあれもらったんだ、いつだっけな。これ、この前のショールームイベントの久々のイベント達成ということで、フルーツ大福かな。
いただきました。ありがとうございます。めっちゃ早かった今回もらうの。なんか自分でネットから申し込むみたいなやつ。ありがとうございます。でもこれこういうの申し込んだら賞味期限があるけん、そう、あと今冷凍庫がちょっとって感じそういうけん実家帰る前とかに実家に送ろうかな。そしたらちょうどいい感じになる。何個もあるけんさ、期限内に自分で食べ終われん問題が出てくる。なんかしようとしたのに忘れた。ソファーに座れて。今日はお腹いっぱいだ。やすさん、ありがとうございます。そうさ、郵便物受け取れてない問題がね、発生してるんですよ。そうだね、みんなスイパラ行きましたか。ちょこちょこ行った報告見るけど、スイパラ また行きますって。確かに一回きりじゃない人もおるんやね。素晴らしい。明日くらい明日くらい。ハードル高めって、おい、ふざけるな。どう考えても高くないだろう。スイパラは間違いなく高くない。しかもこういう機会
しかさ、やっぱ行かないんだからさ、行く機会ないんだからさ、行くべきでしょ、人生経験として。気まずくないだろ、どう考えたら。ハードル高くないだろ、スイパラだぞ、コラボしてくれてるんだぞ、今行かずにいつ行くんだよとか、ね、昨日行ってきたって。いいね、あれ、あのアクリルコースターみたいなやつ、ランダムじゃないやつのグッズとかも、あれいいなと思った、いい感じ。予約しましたか、自分の飲んだって。飲んでないよ、意外に美味しかったって。おい、サラピのモカロン、そう、カフェモカはサラ甘すぎるの苦手やし、でもコーヒーは飲めないっていう人には特にあのおすすめだと思います。あの甘すぎず苦すぎずなので。まあそうね、コラボ料金とみたいな感じやけん、まあお値段は確かに可愛くないかもしれないですけど。サラのアクリルコースター、あ、売り切れとった、あ、そうなんや、へえ、東京の方かな、広島の方か分からんけど、サラが最近行った東京のカフェも久々結構高くてびっくりした、高かった、飲み物が1000円近くて、でフレンチトーストもは2000円近くてみたいな、久々高いカフェやった、たまたま。逆にめっちゃ高そうに見えて安いカフェとかもあるんよ、東京とか。そう、めっちゃここ高級に見えるのにみたいな、なのに意外と安いみたいなとかっていうのもあったけど、そう、今回のとこ高かったけど行きたかったとこなのでいいんですけど、お値段は可愛くないって感じですね。見た目は可愛いけどお値段はちょっと可愛くないっていう。まあでもさ、みんなさ、自分の、好きなもの、自分の好きなものっていうか、まあ自分がお金をかけたいって思うことに関してはさ、高くても高いって感じんやん。なんか他のものはよりもよっぽどこっちの方が高いのにみたいなやつ。でも自分のお金をかけたいものに対してはさ、高く感じんのと一緒でさ、サラからしたら、まあカフェは高くてもまあ別にいいやってなるんですよ。そう、まあまあまあってなる。さあ何があるかな。そう、なんかね、思うやつがある。よっぽど他の方が高いのにみたいな。でも自分がやっぱみたいな。ブルーのケーキ、あ、ブルー、東京のね、日比谷のブルーのところは、うん、あのケーキ1個1000円って感じ。まあ飲み物は別に普通の値段って感じ、普通というか、まあまあまあ、あのハートのティファニーブルーのケーキ1000円みたいな感じだったかな。これいくらで売られるんやろ、分からんけど。今しかできないこと、もう確かに。そうなんや、カフェは、そう、もう、その食べ物をテイクアウトして帰るんだとしたら、
高いけど、でもその場所と雰囲気とね、そうなんよ、それ込みのなんで全然いいです。なんかそのケーキをさ、テイクアウトして家に帰って家で一人で食べるって考えたら高いけど、そう高いなってなるけど、そうじゃないので、そうなんだよ。場所代場所代、雰囲気代、なんか分からんけど、だからもう何としてでも映えさせるんですよそう、湿気が嫌だな、すごく湿気を感じている。中野さんありがとうございます。しょうちゃんとご飯行かなかったんだね。なんかさ、毎回っていうか、違うメンバーとかと行ったり、違うメンバーと写真撮ったら、しょうちゃんと行かなかったんだねとか言ってくるけど、別に毎回会えたからって毎回そうだね、行けることなら私だって行きたいですけど、毎回行くわけじゃないので、ね、そうは言われましても、私はいつだって行きますけどね。居心地良すぎて食べ物の味忘れたって、何のために行ったんやカフェ、何のために行ったんや。ヘアピンつけてると可愛らしく見えるなって、ヘアピンつけてると可愛らしく見えますか。ありがとうございます。まあ忙しいというかね、まあ人にはそれぞれ気分ってものがありますから、毎日どこかにっていうあれじゃないから、それもちゃんと今日は行ける雰囲気かなとか、今日はもう家に帰りたい雰囲気だろうなとか、そういうのをやっぱちゃんと考えて誘ってますから、そうですよ、何でもかんでもあれじゃないですよ、もちろん。そんな毎回ご飯行こう遊び行こうではないです。ちゃんとその日の仕事の終わる時間と、その日の
いろいろ加味して出ますか。まあそれでも結構ね誘ってる方だとは思いますけど。そしかも、まあ、好きな人ほど誘われあ違う断られたくないからちゃんと考えて誘えますそうちゃんと断られたくない断られたくない人ほどちゃんと考えて誘えます。サラはそんなめったに断るタイプでもないんですけど、相当気分が乗らない時とかじゃない限り気分を変えれるタイプなので、そうあれなんですけど、そう割と断らないです。なんか自分がなんかもう今日はこのご飯を家に帰ってこう食べるみたいなって決めている、もうめっちゃ固い意志を持っているとかじゃない限り、まあ今日は家にあるご飯夜は食べようかなとかって思っとったとしても、別にその日に誰かご飯誘われたら、まあ、全然いいよ、まあ作ったやつ明日食べればいいかぐらいの、そうあれになるよね。でもみんながみんなそうではないから、特になんかアイドルやけんかな、メンバー特になんかインドア多い気がする、分からんけどそんな気がする。自分がめっちゃアクティブに感じるそう、来るもの拒まわん来るもの拒まず去るもの追わず、まあそれが一番ですよ。去るものを追ってもね、どちらにもいいことないですからそう、来てくれる人を拒む必要もないし、みたいな感じ。サラピチルドレンに弟子入りしたい。サラピチルデもうダメですダメです、待って、サラピチルドレンは私より年下じゃないと間違いなく無理です。私より年上はもう応募資格ありません。アイドルのオーディションに年齢制限があるのと一緒で、チルドレンって名乗らないといけないので無理。そうだよ、そりゃそうでしょそりゃそうでしょうよ。おきちゃんはサラピチルドレンじゃないの違います、違いますね。
おきさん逆に言っとったん？自称？そうなの？初知りなんですけど、先輩やし年上やしって感じやけど、サラからしたらおきさん。バスツアーのやつ明日のせようかな。男で年下のファン出会ったことない気がする。年下のサラ推しって人は見たことない、見たことないかな。見たことない気がする。年下の女の子はおるけど、年下の男の人はちょっと今かつて未だない、未だかつてちょっとないかもしれないですね。ないと思う。多分分からないよ。そのこっそり こっそりっていうか、そのお話し会とかには来んけど、こっそり推してますみたいな人はまあ世の中に一人二人ぐらいは追ってくれるかもしれんけど、いないですね。あのお話し会とかに来てくれるほどのはいないですね。残念、残念なんか分からんけど、残念ながらいませんね。実は おるかもしれんけど、ちょっと出会ったことないのでわからないですね。年下役やるよって別にさ、年下の男性ファン欲しいとか一言も言ってないし、いるか聞かれたからいないよって言っただけで別にいいです。しかも年上の人が年下ぶってくるとか、いい、いい、大丈夫大丈夫大丈夫、だいぶ大丈夫。結構大丈夫。ちょっと引いてしまうかも無理ちょっと引いてしまいます。
小遣いちょうだい、最悪、逆にくれ逆にくれ。ストレートすぎて、いや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 、そりゃあそうですよ。そんなね、無駄に変に隠して、変に隠して言わないですよ。そんな嬉しいよとか言わないです。平石さん、あさこさん、ありがとうございます。お小遣い、メモメモ。めっちゃ筋肉痛になって、やっぱ久々の公演やったけんかな、めっちゃ筋肉痛。もう二の腕とか、まあ二の腕はまあね、やっぱ左は痛くないんよ、こうずっと持っとるけんさ。こっちはやっぱり痛い、動かすけん痛いし、太もも前ももも痛いし、お尻も痛いし、筋肉痛です。花だれ公演後の筋肉痛。毎日公演したらもうめちゃめちゃな運動量になりそう。最近人生においてやりたいこととか行きたい場所とか多すぎて時間が足りんのかもしれん。でもこれってめっちゃいいことよね。めっちゃいいことじゃない？めっちゃパワフルじゃない？自分で思う。なんか周りがさ、ちょっとインドアな人が多いっていうのもあってか、めっちゃいろいろ感じる。皆さんはやりたいことありますか？人生、これが楽しい、これやってる時楽しいなとか、こういうことやりたいなとかありますか？目標みたいなものは、目標ではないか、まあ日々やりたいことありますか？ミニマリストになりたい。え、なりたい、本当になりたい。もうなんかね、物が、まあ今でも全然もう十分少ないんですけど、周りの人から見たらきっと、でもめちゃめちゃ多く感じて嫌なんですよね。写真とかもそうだし。吉田さんを応援するのが楽しいです。ありがとうございます。そうそう、やりたいことは、美容室にも行きたい、行きたくはないんだけど、美容室あんま好きじゃないので。美容室には行きたくはないけど行きたいし、歯医者にも行きたくはないけど行きたいし、あと松葉ちょっとしたいけど、サラの毛はね、直毛すぎて、松葉がなんかちゃんと気管系もするし、
マツパもね、やっぱしてもらう人によって全然違うらしくて、ちょっと困る。それもいろいろとね、やりたいことというか、まあそう、やりたいことに入るのかな。あとインスタに載せるやつも整理したいし、あとはもう携帯の中の写真とかももうめっちゃありすぎて、最近まあいいことなんですけど、ね、いろんなところに行けてるから、いっぱい写真が溜まってるから、そう、もう写真も整理したいし、そう、もうやりたいことがたくさんです。最近アルコールよりスイーツが好きになりましたって。あら、いいじゃないですか。どちらか、あー、まあどっちもね、食べ過ぎ飲み過ぎは注意かもしれないですけど、どちらかというと、まあスイーツの方が体には悪くはないんじゃないですか、きっと。そう、今は掃除機もかけたいしこの時間やけんかけんけどさ、掃除機もかけたいし、この今手元にあるゴミも捨てたいし、ネットで買ったものの郵便の受け取りができてないものもいっぱいあるし、いっぱいはない、嘘、うごちゃは大変より楽しみが大きいって。でもここ2週ぐらいは日曜日になんか朝からお仕事とかがなかったけん、そうじゃなければ別に、あとスタジオに行った時の方がいいかなって。やっぱリモートで参加するより、あのちゃんとスタジオに行ってその場でやっとる方が時は楽しいけど、でも土日どっちもイベントとかが、 STU のイベントとかがあって、その間にラジオが入ってくると、やっぱまず睡眠が取れないから、まあ、大変も、あと移動もとかもあったら、まあ、大変はあるけどって感じ。そうって感じですね。まあでも、まあ自分の何かにきっとなるだろうから、って思ってやってるって感じ。人と、それこそ平手ゆきちゃんとか、あのね、ソララとか NGT のマシモさん、マッシーさんとか、やっぱ今まで交流のなかった人たち、普通にギャルの子とか、そう、今まで普通に出会えなかった人たちに出会えてるから、行ったことのない場所に行ったりとか、知らないことを知らないまま終わるのやだなって最近思ってるから、最近はあの知ってること、知らないこと、知ってること、知ってることが増えることが割と嬉しいことではあるかも。何でも、それはもう何でも、あの関係なく、その仕事に限らず、仕事のことだけじゃなくて、行ったことのない場所に行ったりとか、そういうの。っていう感じですね。暇より楽しい、違う、間違った、暇より忙しい方が絶対、まあこの職業をやっている以上いいことだと思っているので、っていう気持ちの最近ですかね。最近だとそんな感じですかね。でも自分でもね、なんかいろいろ
人生においてというか、まあ、いろいろ考え方とか捉え方変わったなってなることも多いかな。東京の道、まだいっぱい知らんとこ多いけど、でもうん、まあはいって感じ。そう、忙しい方がいいよ絶対。どう変わったかいつか聞きたい。いやそれは無理。なんかあの人に人に説明できるっていうか、なんか人に説明できるようなことじゃないっていうか、なんて言ったらいいんやろ。なんか違うんよね。そう、なんか違うんですよ。人に説明する感じのことじゃなくて、なんて言うんやろ。そう、言語化するのはちょっと難しいけどっていうやつ。自分の中にはあるよっていうような感じ。って感じ。まあなんとなく伝わると思う。まあ、でも1週間に1日ぐらいだけ、何の予定も何も立てない1日とかがあるのは好き。でもまあ1週間に1回ぐらいでいいかなって感じですね。ですです。あ、これインスタに載せとったんか、この神楽坂の写真。探してもなかったよね。インスタに載せとった。でもやっぱ東京好きだなって思う。さら、なんかなんでなんやろ。急に急かな。その東京やっぱ写真とかを見ても、福岡は好きだけど、写真とかを見てもやっぱ東京の写真好き。東京の写真好きっていうか、そう、まあね、東京には何でもあるっていうのもある。あとサラが好きな系統のものとかが多いっていうのは多分あると思うけど、やっぱ東京はね、好きですね。これも好きだな。あの神戸、兵庫の北の偉人館とか、あの時あそこも良かったですね。え、分かった。多分映えとることが好きなのかもしれない。もしかしたら東京に住みたいとはあんま思わんけど、いや思うんかな。いや思ったことはない、今のところまだ。思ったことはやっぱないんですけど、それはキラキラした
世界が好きなんかな、分からんけど、そうっていうのはちょっとある、やっぱあるかもしれないですね。本当に映えているものが好きなのかもしれないなと思います。でも本当に思う、なんで逆にみんなそこに興味を持たないのってなる。都会脳なのかもしれないですね、違う言い方をするとしたら。夏より冬の方が好きだし、クリスマスとかのキラキラ系の世界の方がやっぱ好きだしっていうのはちょっとあるかもしれないですね。たまにはね、たまにはなんか田舎の場所、田舎の場所っていうか、まあ行きたくなる時もまあなくはないけど、でもやっぱうん違うんだよね。っていうのはありますね。旅行に行きまくりたい。可愛いものが好き、あ、分かった、一番それが分かりやすいか、可愛いものが好きなのかもしれない。それか、それだきっと。あと白いもの白い、白、薄い色、主張の激しくない色が好き。あと最近ね、なんかリネちゃんかな、誰かもさツイートしとったけどさ、もう話はめちゃめちゃ変わるんですけど、あの喉が尋常に渇くことが多くて、なんか飲んでも飲んでも喉が乾燥しとる気持ちになるんよね。なんでか分からんけど、めっちゃ感じる。いや、めっちゃ取っとるんよ水分。取っとるのに、なんか排水ポンプはつながれてないですけど、リネちゃんみたいに。いや、なんか本当にね、なんか感じることが多い。なんでだろうね。塩分も取っとるよ。塩分も取っとるけんこそ喉乾くんかなとかって思うのも思うけど、ちょっとわかんないですけど。あ、もうこの、もうこんな時間？びっくり。こんな時間か。こんな時間ですか。びっくりだ。終わろうかな。あと
とは可愛い服を買うこと、可愛いものを買うこととかがいいですね。これも今日初めて来た。ではね、ランキングを読みたいと思います。48位あきおさん、24位モスコルさん、13位ゆきあきたさん、12位めちゃきのこさん、11位おいでます元気さん、10位奥ゆきさん、9位たけおさん、8位すけさん、7位栃木のすーさん、6位あさかさん、5位ぴろしさん、4位たーさん、3位20世紀ともちゃん、2位ゆーちゃん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。全然そんな暑くない。確かにこう見たらなんかニットに見えるけど全くニットじゃないよ。だいぶペラペラです。ほら透けるぐらいペラペラです。全然めっちゃ夏の服。クックパッドライブ、7月21日のクックパッドライブの観覧応募、一般応募受付中なのでお待ちしてます。バスツアー行きますって、あら、これゲットしてくださいね。バスツアーも明日まで申し込み受付中ですので、女性の皆様がどれぐらい見てくれているかは分かりませんが、お待ちしてます。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。